ここは東京世田谷区のアパート。ここの2階の一室で何の落ち度もない大学生が命を奪われました。かなり有名な事件で知名度も高く、犯人を焦点に当てた映画まで作成されています。見知らぬ女性からのインターホンには絶対に応じない方が身のためだとわかる事件です。それではどうぞ。1994年2月18日、東京都世田谷区のアパートで、青山学院大学4年生の松本浩二さん、当時23歳が血を流して死んでいるのを訪ねてきたおばが発見し、警察に通報した。大阪の母親が浩二と2日前から連絡が取れないと、東京に住む浩二さんのおばに連絡。不審を抱いたおばは浩二さんのアパートを訪ねて大家に事情を説明。部屋を開けると浩二さんは体をロープで縛られ、口はガムテープで塞がれており、明らかに何者かに命を奪われていた。警察は現場検証、聞き込み捜査を開始した。しかしどうもおかしい。松本さんの知人に対する事情聴取で金や女性関係など一切問題がなかった。むしろ誰にも好かれる松本さんの性格は周りから高い信頼を得ており、誰かから恨みを買うことなど松本さんを知る人なら一切考えられなかった。となると行きずりの犯行の可能性が高い。警察は周辺捜査でこのアパートに住む学生から、事件の2日前に松本さんの部屋の隣から不審な若い男女が出てきたという証言を得た。そこで警察は松本さんの隣の部屋を家宅捜査したところ、血痕が発見された。この部屋の住人も大学生で、彼は宮崎県に帰省していた。この男が犯人なのか。早速この学生 A さんに事情聴取したところ、犯行当日は宮崎の実家におり、アリバイは成立。宮崎にいた A さんに松本さんの命を奪うことは不可能である。しかし A さんは以前付き合っていた女がヤクザ風の男と連れ立ってきたことがある。この時金を脅し取られたため怖くなって帰省していると証言した。ヤクザ風の男の名はわからなかったが、女の名は飯田正美ということがわかった。警察は飯田とヤクザ風の男が以前証言で得た事件2日前の不審な若い男女とみて行方を追った。手がかりはなかったが、その頃静岡県熱海の別荘で不審な男女がガスボンベを爆発させて火傷を負うという事故があった。この2人は出水智秀当時20歳、そして飯田正美当時20歳であった。2人は無断で別荘に侵入しガス自決しようとしたが死にきれず、出水がタバコに火をつけた途端爆発したことが判明した。警察は2人を詳しく事情聴取すると、飯田は帰省していた大学生 A さんと付き合っていた飯田その人であること、そして松本さんの命を奪ったことを供述した。出水と飯田は一体何がしたかったのか、そしてなぜ松本さんの命を奪ったのか。出水と飯田が出会ったのは事件のおよそ1年前の1993年の2月頃、名古屋市内の繁華街で出水が飯田をナンパしたことから付き合いが始まった。出水は少年院を出て工事会社に勤務していた。2人は交際を重ねながら40件以上の窃盗を繰り返していた。そんな2人はやがて美人局に手を染める。ターゲットは飯田が中学生時代に交際していた A さんであった。飯田は A さんを誘惑し再度交際を始める。しかしそれは出水が計画した美人局であり、2人はこの一件で2度にわたって A さんから現金を脅し取っている。1994年の2月に3度目の恐喝をしようと、近いうちにそっちに行くから待ってろと A さんに電話で告げ、東京のアパートに訪れたが、このままでは命の危険すらあると感じた A さんは宮崎に帰省して
ほとぼりが冷めるのを待っており、部屋はもぬけの殻であった。出水と飯田は裏側から A さんの部屋に侵入し、室内に残されていた1万1000円を使いながら A さんを待ち伏せすることにした。しかしいつ帰ってくるかもわからない A さんを待つ日々に、出水は徐々に追い詰められ、残金が1000円ほどになった夜、ここにいても金にならないし、どうせ捕まるだけだからいっそ死んだ方がいいと言って、出水は部屋にあったビニール紐を使って心中を切り出した。しかし死にきれず、ついに隣の部屋の住人から金を奪うという考えが浮かんだ。2月15日の午後8時頃、飯田が隣へ行ってチャイムを鳴らし、換気扇の調子が悪いので見てくださいと頼むと、隣人の松本さんは気軽に来てくれた。待ち構えていた出水がナイフを突きつけて脅し、飯田がビニール紐で拘束。松本さんの部屋に移動し、室内を物色すると白い封筒に入った5万円を発見した。出水は松本さんに、もう金はないのかと尋ねると、友達に貸した5万円を返してもらい、サラ金からも借りてくると答えたが、解放すれば警察に駆け込むことは分かりきっていたため、もうやってしまおうと言い、松本さんの命を奪った。この際出水は松本さんに、この世の思い出に飯田を抱かせてやると言って、飯田と肌を重ねさせている。そして飯田が歓喜の声を上げた際に、出水は嫉妬して命を奪うといった恐ろしく猟奇的なことをやっていたことも後の裁判で明らかになった。犯行後、二人は静岡県熱海市に脱走し、人のいない別荘に侵入。出水はそこでガスボンベを持ち込んでおり、今度こそ二人で自決をするつもりだった。しかしガスを充満させてもなかなか死にきることができない。そしてふと出水がタバコに火をつけると、ガスに引火して爆発。警察に捕まったということであった。命を奪われた松本さんは、パイロットになりたいという夢があり、4月から宮崎県の航空大学に進学する予定だった。裁判にて出水に事件のことを尋ねてみると、 A さんは全く知らない人だからかわいそうなんて思うわけありません、そんなことを思うようなら最初から命を奪ったりはしていませんよとさらりと言ってのけた。最終的にこれだけのことをしておいて、出水には無期懲役、飯田に懲役15年の判決しか下らなかった。逮捕後の検査で飯田が妊娠していることが発覚。拘置所における出水とのやり取りで出産を決意した飯田は、その理由について、好きな人との間にできた子を下ろせば私は二人の命を奪ったことになるので産もうと決意したと後半の席で説明している。1995年10月飯田は女の子を獄中出産。出産に反対だった彼女の祖父母は引き取りを拒否したため、通常の措置から言えば女の子は2歳まで乳児院に入れられ、その後は児童養護施設に預けられたことになる。心中しようと言ったり、思いつきで松本さんを襲ったり、ガスが充満した部屋でタバコを吸ったりと、何から何までその場の欲求で思いついたことをやっていることからも出水の異常性がわかる。一方の飯田正美についてであるが、幼く知って両親が離婚し、妹と一緒にタクシー運転手だった父親に引き取られ、父方の祖父母宅で暮らしていたが、父親はすぐに子供たちを捨てて行方をくらましている。祖父母は高齢で生活は楽ではなかったが、飯田は非行に走ることもなく、私立高校の保育科を卒業した後、岐阜県にある紡績工場に就職。その会社では女子工員を集めるために会社が入学金を負担して短期大学の夜間部に通えるという制度を設けており、飯田も昼間は工場で働きながら、夜は短大の幼児教育科で学び、保育士の資格取得を目指していた。1日8時間の工場での立ち仕事はかなりきつく、おまけに夜間に勉強という生活を送っていた飯田にとって唯一の楽しみは、休日に名古屋や岐阜の繁華街で遊ぶことだったようで、
そこで出水と出会ったことで人生が破滅することになってしまった。犯行に至る流れから何から全てが狂気じみている。出水と飯田を死刑にできなかったのは本当に司法の敗北である。地獄すら生ぬるいというのはこいつらのためにやるかのような言葉であり、松本さんの無念たるや相当なものだったであろう。口惜しいのは出水たちに罪の重さを理解する知能がないことである。現在の無期懲役は実質終身刑であることからまさかないとは思うが、一生のに放たないでほしい。